はい、始まりました。はい、始まりました。第12回、はい、鈴木平次の AJH。はい、ありがとうございます。もう12回ですよ。早いですね。ねえ。びっくりしちゃうけどね。いやいや、全然ダメなんですけど。いやいや、そんなことないです。多分1回目を比べていただくと、全然違うことを気づくと思うんですよ。あ、そうですか。はい、今回見つめました。また見直してみたいです。見つめ直す。見直してみたいですね。はい。ね、毎月恋愛勉強会っていうのをね、しておりますが、あ、ごめんなさい。その前にあれですね、どういうお方かと。はい。一般社団法人。はい。一般社団法人で、恋愛、はい。あ、恋カレ。恋カレ研究所というのをやっておりますね。はい、代表を務めさせていただいてます、鈴木秀明と申します。よろしくお願いします。鈴木秀明ですか、はい、鈴木秀明、はい。本名は鈴木秀明です。鈴木秀明ですね。はい。はい、でよろしくお願いします。はい、理事を務めさせていただいてます、渡辺でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、はい、毎月、その一環として、ね、はい、勉強会というものを開催しております。はい。で4月ぐらい今度何日でしたっけ24かな、すいません。あれです、ね、放送事故ですかね、これ。すいません。4月、はい。14。あ、4月の14日。失礼しました。大変失礼しました。はい、大変失礼しました。4月の14日。ね、恋愛勉強会なんですが、今回のテーマはですね、なんと結構シビアなお金というテーマなんですね。なるほど。はい。で、結婚する、はい、まあ、それ以前付き合う相手、はい、がですね、経済的なものを求めるのは当然だと思うんです。はい、まあ、優先順位はいろいろ皆さん、そうですね。ね、はい、あると思うんですが、はい、特に女性からの意見が多いような、はい、あのアンケートとかによるとですね、気がしますが、はい、その辺まず理事長はどうお考えですか。そうですね、うん、まあ、愛さえあればというので、うん、昔いろいろこう広瀬香美みたいな、はい、そうです、はい、そうもう信じてはいましたけど、現実はやはり生活していく上ではですね、何にもこうお金というものは切っても切れ離せないものだと思うんですね。ただ、まあ、今の時代ですね、私が思うにはですね、旦那さんに全部すべて求めるというか、男の人に求めるっていうだけではなくてですね、まあ、今女性の方も今自立して働かれてる方もいらっしゃるので、お互いに、一緒になってという、まあ、お子さんがいらっしゃる家庭 もう皆さん多いと思うんですけど、一緒になって、旦那さんだけがですね、負担をするんじゃなくて、まあ、女性の、奥さんもですね、協力していただけたらいいなというのは、本当は、まあ、思ったりはしてましたですね。はい、まあ、もちろん当然、男性がほとんど頑張んなきゃいけないというのは事実ですけど、ある程度、ただ男性だけが頑張んなきゃいけないという世の中ではないかなというのは、じゃあ例えば、はい、貯金がいくらないとダメ、うん、年収がいくらないとダメ、はい、というご意見に関してはどうですか。それはですね、私は結婚相談所とか書くわけですよね。そうです、逆に書きます、書きます。ということはやっぱり皆さん見られてますよ ね。ですから当然結婚相談所では例えばやはりこう、ね、年収がいくらとかそういうところも見られるのかもしれないんですけど、基本ですね、いろいろな方にお聞きするとですね、女性の方はもちろん当然ないよりあった方がいいと思うんですけど、これだけなきゃいけないとかそういうので決められてるっていうのはあんまりないというのは聞いてます。なるほどね。私がいろいろこういろんなその活動をしてきた中で、それよりはやはりそのご本人との相性とか価値観、まあ、価値観というかいろんな、要するに一つの例えば金銭感覚が同じだとか、そういうこうものにウェイトを当ててるような気がします。ただ、うん、そうですね。ただそのお金というのはやはり大事なんで、まあ、ある程度一緒に生活していけるこう、まあ、贅沢もせず、要するに普通に暮らしていけるというものがあればいいというふうには私は感じています。
で、この逆の立場、はい、男性から、はい、としたらですね、はい、多分僕はこれだけしか持ってないから、はい、これだけの年収しかないから、きっと結婚できないだろうって言っても、閉店ガラガラになってしまう人もいますよね。それはもう、ごもっと思ってます。それはもうほとんど、ね、まあ、世の中の方ってですね、多分その今現実結婚はしたいんだけどと、自分のやはり今あの経済の状況がですね、なかなか厳しいから、やはり結婚できないというか結婚無理だと諦めてる方は確かに多いとは思います。ですよね。その辺の男性の方々にどんなアドバイスを理事長送りたいですか。そうですね、私であればですね、まあ、とにかくその分何か例えば、仮に年収があのそんなに、まあ、思ってるほどでもですね、実際コンプレックスは同じかもしれないです。実際問題そのあまりにも極端にもう貯蓄がないとかその年収が全くないっていう、こうかけ離れたものとは別としてもですね、普通に例えばあるのにあのコンプレックスと同じでですね、皆さんたちが思ってるほどですね、なるほどね、女性の方はそう感じてないと思うんですよ。私はそう思ってます。なるほどね。はい、まあ昔で言う、なんか、ね、六畳一間の神田川の、世界、昭和の時代ですけど、そうですね、まあ、そういうことはそうないだろうと。うん、と思ってはいるんですけどね、うん、もちろん当然、そういうね、境遇の方もあるかもしれないですけど、うん、もちろんいらっしゃると思います、はい、あると思うんですけど、それも悪いと思う、私も思ってます、はいはい、ですけど、だから結婚できないとか、そういうのはないと、うんうんうん、そうですよね、はい、と私も思いますね、うん、ご本人次第というか、なるほど、はい、昔はね、その神田川の世界でもちゃんと結婚できてたんですよ。そうですね、でもそれは30年40年経ってやっぱり変わってきたのかな、その辺はって今情報社会でもありますし、はい、うん、なんでしょうね、うん、そうですね、なんでなんでしょうね、やっぱり時代の流れってやっぱりその情報が過密化しちゃってですね、例えばいろいろこう、なんですよ、インターネットもそうなんでしょうけど、要するにそういう、まあ、週刊誌も等も含めて、いろんな情報が出てくるじゃないですか。うん、こういう人はダメなんだとか、うん、そうですよね。もう決めつけられちゃったじゃないですか。そうすると、自分がそれを読んだときに、いや、俺ってこういう人間だから、ああ、俺もこれに当てはまる。まあ、当てはめちゃって、そこで蓋してしまうんですよ。その中で、やっぱりその、はい、経済的にっていう、ね、実際に年収いくらからいくらみたいな、ね、乗ってたりするじゃないですか。そうですね。その辺で、ああ、ダメなんだな、そういうふうになってしまうんでしょう。そうだね。やっぱり、世間の目というか、こう、それにだけにとらわれてしまって、それが先行しちゃうためにですね、どっかで自分も、自分の心のなんですか、ね、訴えかけたいものを、どうせっていうのをよく言うんですけど、どうせっていう言葉が出てしまう。3D ですね。そうですね。でも、だって、どうせって言ってください。そうです、3D ですね。ああ、なるほどね。もったいない。ということは、まとめますと、まあ、データ的にも、はい、アンケートの結果的にも、はい、年収とか、はい、貯金とか、はい、を気にする女性がいるのはいると、はいはい、いらっしゃったと思います。ただ男性諸君はそこにあまり目を行かなくても、そうですね、大丈夫というとご意見でよろしいでしょうか。はい、私もそう思います。なるほど、はい、うん、まあ非難、ね、されるかもしれないですけどね、そういう、うん、逆に今非難されちゃうかもしれないんですけど、うん、私はそう信じてますね。ですからやはり、まあ、愛というかやはり相性があって、うん、その人とのこうご縁があって、うん、せっかくご縁があってなったのに年収が低いから、うん、まあ、例えば貯金がないからダメじゃなくて、そこからまたその方と作り上げていけるという、うん、こうものが、まあね、理想と現実の違いよって言われてですよね。なんかあればいい、僕女性もそうだと思うんですよ、うん、
その優先順位があって、当然お金っていうのが何番目かに入ってくる、一番の方もいると思うんですけど、ね、特に優先順位が3番とか4番とかの人って、一応書くけど、これぐらいの年収あったらいいなって。でも、いやいや、一緒に頑張っていこうよっていうようなタイプの方が、その、下に来てるんじゃないかなと。そうですね。なくちゃ困るけどっていう。そうですね。と思います、私。だから一概にね、あまりアンケート結果にとらわれない方がいいような気がしますけどね。ね。うん。皆さん、優先順位があると。だと思います。その中で、譲歩も、助成もするんだよって。そうですね。なんかこういろいろな媒体で見たことあるんですけど、まず最初に結婚する相手に求める条件といったところで、やはり優しい人とか、そういう性格面がやはり必ず来るんで、いろんなところを見ると、年収の分が最初に来ることはまずないんですよね。だから、まずその肩書きとかスペックとか、そういったところにとらわれるのではなく、やはりまずはやはりこの性格を、その相手を見て、その良さを知って、そこから、じゃあ一緒にどう、まあそうであるんであれば、一緒に、頑張っていこうよというのが、ね、できたらいいなっていうのは正直ありますけど、ね、それがあると嬉しいなと思います。実際、鈴木理事長は、はい、その奥様に、はい、お金に関しての話は全くないですね。ね、ないですね。全くもう、もちろん当然、ものすごく、稼いでるってことじゃないんですけど、全くないんですけど、でも、それに対しての何か言われるとか、ないですし、それの中で、もう最適の中で、まあ、やりくりをやったりとか、こう、うまくこう。そうですね。だから、共に頑張って、一緒にね、はい、旅行行ったりとか、そうです。美味しいもの食べたりとか、そうです。そのために頑張れるじゃないですか。そうですね。ね、はい、持ってるお金記載されてもね。そうなんですよ。そうなんですね。ね、はい。そういったですね、お金の話を4月14日、こちら浅草橋にございます、スプリングスポット、通称おせっかいサロンの方でですね、2時間にわたり恋愛勉強会というのを開催させていただきますので。19時ですね。そうですね。はい。はい、お金の専門家の、加藤先生をお呼びしてですね。はい。もっともっと深いところからですね。はい。お金について、考えたいと。つまり、お金と婚活、お金と結婚、みたいな、多分、内容になっていくんではないかと思うんですよね。はい、楽しみですね。我々もすごく楽しみですね。そうですね。はい。はい、まあいろいろこうその中の声から研究所ではですね、まあこういう、まあ、お金だけじゃなくて恋愛とか結婚に対するこう話題をですね、情報提供ね、どんどんしていきたいなと。そうですね。ぜひFacebook ページもございますんで、はい、ね、そちらをポチッと押していただければと思います。よろしくお願いします。はい。ではそろそろ。時間となりましたが、はい、新年度です、はい、4月、そうですね、ね、はい、春です、はい、ね、鈴木理事長からですね、はい、皆さんに向けて、はい、40代独占じゃない独身、はい、男性に向けて、はい、一言、はい、そうですね、もう春といえばやはり桜とかこう今一番いい時期になってきました。ですのでですね、これからですね、新たな出会いというのをもうするチャンスだと思いますので、ぜひですね、行動、まず行動を移してほしいなと、これだけでございます。よろしくお願いします。アクティブでぜひお願いいたします。はい、行動のみですね。そうですね、はい、はい、では今度はですね、4月の下旬にお会いすることになると思います。はい。ね。はい。はい、4月14日の恋愛勉強会の方もね、ぜひお越しいただければと思っております。はい。はい。本日もありがとうございました。はい、本日ありがとうございました。